三好町一丁目交差点より西を望む長野県道77号、長野上田線は長野県長野市から同県上田市に至る主要地方道である。千曲川右岸を通る国道18号に対して本路線は道川左岸を経て県内第一の都市である長野市と県内第三の都市である上田市とを結ぶ。ほぼ全線が長野県十段駅伝のコースとなっている。 起点から、篠ノ井京北交差点、ランプまでの区間は、国道18号の旧道であり、旧国道、旧18号などと呼ばれている。川中島、篠ノ井地区のメインストリートであり、沿道には、商業施設が多く立地しており、混雑が激しい。その先東日山を経て、戸倉上山田温泉街を抜けると、塩田平の北端をしばらく進み、中野城交差点で、 長野県道65号上田マリコ線に合流。赤坂交差点で分かれ、上田電鉄別所線に沿って、上田市街地を目指す。この赤坂交差点から終点までの区間は、2000年に国道143号築地バイパスが開通するまでは、同国道との重複区間であった。千曲川に架か,かる上田橋を渡ると、上田市街地に入る。上田城の下を通り、 上田駅前で終点となる。建設証告示に基づく、期終点及び、経過値は次の通り。京梁堂の駅部水別神社の大鳥居。ありがとうございます。